はい、謎谷です。こんにちは。今日はですね、兵庫県加東市播磨中央公園、兵庫県下ね最大級の面積を誇るね、総面積 1.817 かな、814円、ものすごく広大な公園です。その814がわからん、キロ平方メートルね、はい、どれぐらいやろものすごい広いです。ここにねウォーキングしに来ました、はい、まあ、こういう時期ですんでね、広いところで、まあ、密を避けて、はい、駐車場がね第6まであってあります、まあ、目的に応じてね、うん、その駐車場選ばんと1日ではもう見て回れないぐらいの広さなんで、うん、見ていただいてるのが、四季の庭かな、うん、バラ園なんですけども、バラがね今ちょっと時期違うけど、うん、バラの頃来たいわ、うん、ですよな、多少のあるんかなこれ去年の、うん、少し、まあ、ここでもなかなり広いしな、綺麗な、うん、先日ね紹介しましたプリンターでこういう感じで A3 でね、これやったらね、あの老眼の私でもねすごく見やすい、で全体図の分かる地図をね打ち出してきたんですよ。で今私たちがいるのがこのバラ園なんですけども、うん、で隣の第5駐車場、うん、第5駐車場の様子をねちょっと撮ってきてますんで、第5駐車場、もちろん入り口にあのトイレあるし、今日は平日なのでちょっと少ないとは思いますけれども、ウォーキングするにしても全部回るとかなりの距離になるんで、7キロとか出た？いやもっとあると思う、ぐるっと回ったら要所要所見ながらねウォーキングして、で一応お弁当も持ってきてますんでね、うん、お弁当食べようかなと。今日13度ぐらいまで上がるのかな、最高気温ね、はい、うん、で服装はで、ウォーキングシューズは、ウォーキングこれスニッカーズでね、だからスニッカーズ違うって、スケッチャーズやつ、あスケッチャーズか、うん、はい、こんな感じでね、スニッカーズはチョコレートですよ。あのズボンはこれはワークマン、ワークマンのストレッチ入った裏起毛、はい、監督さんもね手放せないって言ってますけど、私もそうなってしまいました、はい、で上が、ユニクロのね普通のやつです、はい、今日も安くまとめてますね、安くまとめてます、はい、で相方さんはニューバランスのスニーカーにストレッチの入った裏起毛の島村の、はい、島村すごいな夫婦揃って、はいはい、で上は、うん、ユニクロの数年前の防風ジャンバー、はい、風を防ぐやつです、はい、あと荷物はね、うん、相方さんも背負ってますけども、はい、まあ、中にお弁当入れたりしてますけど、家でねちょっと測ったんですけど2キロぐらいあります、はい、私の方はね重たいお湯はね、謎谷さんにお任せします。 4キロ、4キロ、はい、倍やね、動きやすい感じで歩いてみたいと思います。開門時間9時から17時ね、ペットも OK です。リードをしっかりつけてね、トイレあちこちちゃんと、うん、あるな、うん、会員じゃなしにねちゃんとしたこういう建物のトイレになってますから、で前に見えてるのが並木、あなんかロケ地って書いてあるね、うん、あ実写版でやったやん、うん、鋼の錬金術師って、うん、それはすごいですね、あ確かにいい感じ、うん、いい感じやな、抜けていく感じですね、これがまっすぐだいたい 300m 続くんかな、なんか広場になってますこんな、ねえ、そう、これがルネッサンス広場、うん、あれな、ほらお、すごい塔が見える、あれ何、あれは何ですか、展望塔、あ展望塔ですか、あれがね、うん、池の周りね、こう、こうね、うん、そうや、ここ、ここ座ったらようわかるわ、うん、ほら、座ってこんな感じで景色、一望できね、うん、うん、これもなんか、ターフっぽくなってるで、あこの布でほら、ベンチのように石があるねんな、うん、ここにね、座って、うん、今現在ここまで来ました、うん、ちょっとな石張りになって、ちょっとここの綺麗なトイレ、ヨーロッパ調になってる、なんかこれトイレな、男子トイレや、あこれ新商社屋のトイレや、トイレがこんなおしゃれってすごいな、ちょっとだけ中の雰囲気をね、うわおーすごい、うわ
んかほんまやな。おお、木の扉が中まで雰囲気ね、しっかり作り込んでます。取っ手がこれですよ。この階段効きそう。上がっていきますよこれ、垂れ切ったお尻がキュッて上がるから。そうだね、締めていこう。ブヨブヨのったら誰やからね。ピシッとね、もう自撮りぐらい硬くせな。ああ上がってるな。ああ下にも休憩所。おお、光が差してきて、きれいきれいきれい。はい、来ました、これぐらいね、ちょっとハーハー言ってますけど、意外と足に来るな。気持ちいい、気持ちいいな。遠くにうっすらと街が見える。暑い暑い。はい、今現在地ここね、こっからこれ出て心の像を見てこっち回ると思います。はい、こんな像がねあります。うわー、ほんま広いな。これ綺麗し、なんだここは。あ、あれトイレやな。ここ、古墳もあれ、あ、古墳も歩いとったな。へ、四つ辻古墳。子供の小川入り口。ここが第一駐車場からやねんな。子供さ、探すんなら、第一駐車場がいいね。ここな。夏は子供の小川で遊ばしたりとか。子供の小川。いいね、このこんな施設があんねんな、素晴らしいね。子供の前にもベンチがたくさんあるから。親がな、ずっと見とってもいいし。安心して。メスティン弁当です。普通のメスティンと。ダイソーメスティンね、これつけとったからね。あんまりあったかくない。あんまりあったかくないな、これ。揉んでないから。揉んでなかったからかな。で、だし巻き定食。はい。熱々。熱っ。熱っ。そこ持ってたから。めっちゃ熱かった。はい。嬉しい。いただきます。で、まず味噌汁飲んでしまう。美味しいね。これはこうやって持って食べた方がいいの？ね、あ、いいなこれ。あ、おかか入ってるよ間に。好きでしょ？ああ、これ好きやわ。美味しい。朝土鍋で炊いたご飯入ってますから。そうそう、ね、そこそこ安いお米でも美味しいよね、土鍋で炊く。美味しいな。まあこれちょうど私がと七谷さんのとこ量の違いがな、あるからええんちゃうこれ。なんかメスティに入ってるだけで雰囲気出るやん。キャンプ行った、なんか嬉しい。キャンプ行かれへんけどね。だし巻き、美味しい。あ、これ珍しいな、切ればいいやん、うち。うちにしては。それなんか漏れたやつかも。せやろな。うち切ればいいからへん。買えへんやったらなんかいいや、切ればいいさんに悪いけど。値段ね、もうちょっと安いやつ買ってるからな。言わんでも皆さん分かってる。ああ、そうか。ごちそうさん。ごちそうさまでした。これちょっと大きい子やったらこの。サイクルコースな。ね、家族で。なんかすごいね、なんか櫓みたいな、こっちもあっちも、こっちにもあるで、こっち続いていってるもん、ここまで。うわー、そのブランコ楽しそうじゃない。あー、ほんまや、すごいね。あれ、これあかんわ。対象年齢6歳から12歳ってなってるわ。すいません。あ、野外ステージグラフの方から、すごい、舞台の袖から、あ、立派立派。すごい。
すごい。すごいね。上の照明も穴開けるし。おじさんの準備運動みたい。はい、グロットね。グロットって全部一緒じゃないですけども、一応歩いて帰ってきました。万歩計見たらね、軽く1万は回ってます。最後ね、この綺麗な塔を見ながらデザート、コンビニで買ってきたんですけど、メープルチュロキー。何円よ、わかりませんけど、私はこれです。相方さんは、糖質ゼロ、糖質 8.0 な、うん、ロカボ商品って、ね、これ何なんこれ、甘食パン、甘食、甘食いうのがよい意味わかんない、いや甘食って昔からあるやん、あ、そうな、うん、はい、ではいただきます、はい、いただきます、うん、美味しい。あ、割れてるわ、やっぱり。カバンの中で割れたんや。甘食。うん。うん。ああ。うん。あ、美味しいね、これ。カロリー高そうやな、でも。うん。揚げてるからね。甘。ちょっとね、長すぎるぐらいじゅっとっと歩きましたけど、うん、まあまあ足にも結構身が入ったぐらいで、うん、運動にはなりました、まあ、こんな感じでしばらくはウォーキング、うん、みたいなことを続けようかなと思ってます、うん、楽しみながら、はいはい、運動とね、やりましょう、うん、今回はハリチュー、そこからね、ウォーキングをお送りしました、はい、はい、最後まで視聴していただきありがとうございました、ありがとうございました、ではでは。